この地域に住んでて良かった点だったりとか、いいところだったりとか、なんか誇りな部分であったりとか、そのあたりを聞かせていただきたいと思うんですけど、各皆さんにも。紀北町は、まあ、田舎あっちゃ田舎、まあ、失礼かもしれないですけど、すごい田舎なんですけど、まあ、その分分母が少ないので、ちょっとなんかこうすると、まあ先ほど言われた。さっきそれ言う？チャンスがあるというか、チャンスが。はい、はい、はい。ね、アントニー農業しようかって言ったら、まあ、いろんな人が応援してくれますし、まあ、議員さんだったり、偉いさんだったり、まあ、新聞もテレビもラジオもみんな来てくれますし、注目度はすごい簡単に手に入れられるというか、で商売は始めやすいと思います。で農業だけじゃなくて何の商売でもそうやと思うんですけど、ちょっとなんか努力してれば褒めてもらえるし褒めてももらえるし、まあ、評価があるけど、名古屋とか東京でやってると絶対にこんなことないですよ。もっとまあレベル高いところで言ったら失礼かもしれないですけども、辛いですよね、なかなか認められない自分っていうのは。けどまあそのあたりは記憶、まあ、田舎のメリットかなとは思います。なんかこう地域に溶け込むためになんか努力されたこととかあるんですか？いや、僕は本当にナチュラルに生きてますけども、まあ、本当にね、でもね、皆さん可愛らしいんですよ。おじさんおばあさんすごいよくしてくれますし、まあ本当に行けばご飯くれたり、野菜持ってけとか、皆さんすごい優しいですよ。ストレスが少ない、間違いないですね。ちょっとやめてよ。皆さん優しいと。いいとこ、まあ、優しいと、まあ、チャンスが早い。でもどうなん、岩本くんがさ、はい、一発目から勝負に出とるやん。うん、まあ趣味で。結構こう田舎帰ってきたい人っていうのは、はい、やっぱりこういきなり田舎で勝負できることもわからんし、僕らからすると一回よそで経験積んでから田舎で勝負するにしても勝負した方がいいんじゃないかなとかって思ったりもするんさ、学生から相談されると。学生のまんま、卒業して移住したところで本当にそこで立ち振る舞えるこうコミュニケーション能力もその仕事能力もあるんかって言われた時に、その頃そういったとこはあんま考えんと、田舎に来ればなんとか暮らしてくれるんかなみたいなイメージの子が最初の大学生多かったりするんだけど、山本君はどんなの？いきなりポンやり？僕ね、何も考えないんですよ。まあ、実際やってけっていうタイプなんで、やれば何でもなるんですよ。僕なんかでもトマト屋始めて、本当に寝る間もないぐらいずっと働いてた、今はそんな働いてないですけど、ずっと働いてた、ちょっと安定されたんでね、ずっと働いてましたし、まあ、かけながらも誰にも言わないけど、努力してたってことも多分実際あると思うんですよ。けど、まあ、多少の努力してるつもりの人がここにパッと来て、なんか認められないとか、失敗したって、結局失敗はどこ行っても失敗すると思いますけどね。こうやって都会的になんか比べたときに、なんかこう、ないものねだり、で物があったらあったで物欲ってこう欲しいなと思うんですけど、最近思うのはなかったらなかったで生きてきれるな田舎で、最近ほんとアマゾンでポチ出したら次の人届くんで、買い物も困りませんよ。買い物も困らん、必要ないもん。そうですで、わざわざこう最近はもうほんとコンビニ入るのも億劫になるぐらい億劫になるぐらい、なんかこう別に通販で買えるし、通販、そうですで、そんな中こうさっき言ったストレスなく暮らしてきれるっていうのは僕は、あんまり僕はそのマイナス部分っていうのが、まあ、味方によったらマイナスでも何でもないなっていうのが、こういうなんか暮らしのいいところかなとは思いますね。やっぱりお金とかもあんまり使わないんじゃないですか。なんで結局外にいると人の欲に当てられるんですよ。人の欲誰かの欲を当てられるんですよ。ほう。そうするとこうならなあかんって言って人の欲を真似しようとするんですけど、田舎っていうのは自分の欲に正直に折れるのかな、っていうのは最近。かっこいいですね。いやどう？いや、まあ、確かに僕もそうやな。じゃない。はい、そうです。やもんで、僕は本当最近幼児帰りじゃないですけど、子供っぽなっていくんですよ、だんだん。わかります。だんだんこう本当高校生ぐらいの何も考えてなかった頃に戻れる。なんかちゃんと本当はそれは大人になってないって都会の人は言うかもわからんけども、そんな周りが決めたことであって、田舎での人っていうのはそれでも暮らしてくれたらいいんやよっていう。スタンスっていうのが僕は、いいかな。ただでもそのさっき その岩本くんの話じゃないですけど、やっぱサラリーマンでおるとやっぱりどんだけやっても認められないって正直思っとったんですよ。でそこで思ったのがこうさその朝早く
起きて儲かるなら朝早く起きるべきやと思うし、うん、汗かいて儲かるなら汗かくべきやし、色黒になって儲かるなら色黒になっても僕はいいかなと。で最近の若い子いうのが色黒くなりたくない、汗かきたくない、こんな自分のできん条件ばっかやってたらそれは何も手に入らんよ、うん、ちょっとこうそういったところはこう自分の嫌なことの反対をやってからこう物言えって僕も言います。ね、若い子ってやっぱそういう起業したいとかっていう子もおるけども、うん、おるんやろうけども、こうなんか仕事してね、その自分がまず生活するののお金を一通りなんとかしたいんやっていう子がもしまだねこの辺にいっぱいおるって言えたら、まあ、そういう子にやったらこっち側の地元で一旦住んでもらって、でもで先ほど言うてもらっとったその来る辛いこととか絶対あるやろうけど乗り越えてったら絶対ね、後からついて身についてくるもんとかいうことって絶対あるやつ。まずそういうのをね、実践してもらってやってみたらっていうのをどんどんアピールできたらなとは思うんですよ。うん、やっぱり人口が少ないけど顔の見知りだったらそこから和気あいあいとできるっていうのはやっぱり、うんうん、そうですね、楽かなっていう。結構でやっぱ誰か誰々の友達とかやっぱ一個上でも、もうそれだけでこうなんか親近感もいくっていうか、つながっていくんですよ。変な話、この間もあの子供の小学校の運動会だったんですけど、ね、僕昔まあ走るの早かったんですよ。うちの子供は2人とも遅いんですよ。家のリレーから順番回ってきて、絶対走らなかった。で、あのテントの後ろ歩いてくる人、どうしたのお前の子供みんな遅い。言われる。知ってるから。だから、わがの子やろ。悪い子供でいいけど、やっぱりそうやって、ね、あそこ誰々の子や、誰々の息子とかって、顔見知りになれて、また、そこからこう、来てくれる方も、青年団とかが、こう、みんな引き受けて、そこから、まあ、最初って不安じゃないですか。でも、そういう青年団活動していくうちに、もう、昔からおったみたいな形で、もう、青年団の会長を持ったりとかする方もいるので、そういう点では気が楽かなって思いますね。そう、なんかやっぱ地方の方がなんかこう地域活動とかすごいみんなこう協力して一生懸命やってるなってイメージがあるんですけど、うん、その辺ってどうですか？それは強いですね。結構やっとるですね。ね、すごいです。なんでしょうかなって言われると、地域のためったらためでもあるけども、都会ではそういうことする必要ないじゃないですか。はいはい、あんまりないですよね。あんまりこうみんなが顔を合わせて、そうですそうです。で民間団体とかでも何もこう儲かるとかもなく、そういったことをするっていうのはなんで田舎で流行っとるんかなっていうのは流行ってる。いや感じですね。別に嫌とかじゃないんですけど、でも地域の愛でしょうね。地元愛で、地元愛なんかな。4年かなんかですよ、もう、まあ、4年目、4年連続ですよ、実行委員長。すごいな。それがあると集まる理由になるんで、それだけで面白いんかも分からないですけどね。やっぱなんか田舎言ってもさっき5分って言ってもあんまり会ったことないもんね。ないですね。やっぱりこうその車社会なんで田舎ほど意外とこうすれ違ってばっかでこう顔合わすことって少ないっちゃ少ないですよね。引きこもって取ろうと思ったら家に引きこもれるんで、ただそういった中で出てくる理由として、まあ、みんな何かしらそういったものがイベントがあって、そうですそうです。で他の人も巻き込んで楽しめたらええんじゃない、ちょっとでもこう、うん、ないものを補おうとはしとるんじゃないかなっていうのはなんとなく、まあ、それが何も考えずイベントっていうのは今存在しとるんですけど、やっぱ根っこの始めた人たちのそういう思いがあってしとるんかなっていうのは感じるかな。ネガティブなこと言って申し訳ないけど、移住者としてはやっぱ結束が強すぎるっちゃ強すぎますけどね。あ、元のだって地元小学校中学校ずっとみんな一緒じゃないですか、うん、そこに僕ら入ってても絶対的に仲良くなれないんですよ、うん、そこまで。私の話とかされたらね、はい、先生の話とかされるとね、小学校の時は、うん、別に嫌ではないです。嫌じゃないんですけど、じゃあこの例えば西村さんともう一人いて僕がいた時にここはもう同級生やと、絶対こっちの中に仲良くなれないですから、こっちの方よりは。それ寂しいなって思う時はやっぱありますし、そうなるとやっぱ引いてしまいますよね。一点かな、誘われたけどまあとかみたいな、そんななんかものも感じますし、まあ、そこはすごい
強すぎてちょっと入りづらいっていうのは移住者の目線としてはあるでしょう、ね、うんうん、やっぱ何よりきっかけだと思うんですよ、うん、あ、まあ、そういうきっかけが多分その地域活動とかゴミの当番だったりとか、そうですね、そういうことになってくるんですよ、ね、やっぱこう移住者に対してこう言い過ぎると今度引いてしまう、消防団入ってよ、青年団入ってよっていうと、そんな目的で来とるわけじゃないのにっていう人もいるんだろうなっていう目線でこっちも見るんで、なかなかこうどこまでこうやってこう喋れる風になるまでがちょっとこうかかるかな。結構かかりましたよね。かかった。なんか誘われたら断らんようにしてます、すべて、うん。でも都会だったらもっと薄いですよね、関係、本当は。なので、それで、ね、その関係のままで入れたんで、僕は慣れてたんですけど、うん、まあ、ドライな関係というか。うん、隣は知りませんみたいなね。うん、けど、そうじゃないんだなっていうのを今、最近はそうなりましたね。でも、そうなって、今は居心地いいですけどね、うん、こう言って喋れますし、ほんまやったら多分静かにしてましたよ、3年前やったら。けどまあ今やったら西村さんも愛想よくしてくれるんで、うん、まあ一回ちょっとこう入り込むと、そこからやりやすくなるっていうのがあるんですかね。で今一個シェアしてる船があって、うん、誰と？なんか一応その漁協が買ってくれたみたいなのがあるんですけど、うん、あの乗りたい人は一回いくらとかで乗っていいよってなってるから、うん、あ、それそんなんあるんですか？そんなんあるんですよ、一応住んでる人だけなのかな。あ、その地区の人だけやね、それに乗って釣りに出るとかできるのが素敵かな。